新越は、中華民国台南市出身の経済官僚、政治家。2017年より、現職の中華民国経済部部長。新型コロナウイルス感染症の流行では、担当閣僚として、マスクの国内増産を短期間で実現し、台湾国内でのマスク不足の早期解消に貢献した。2020年6月より、高尾市長補選出馬に伴い離職した。 陳その進むに代わり、行政院副委員長に就任。1951年、台南県の農家の子として出生。式辞ができなかった両親に代わり兄の映画が、自分の中から一文字を拝借し、五行思想の辞典から水属性の図を選んで命名した。台南高校卒業後、医療機関での電気工事に従事。後に昼間は台北高専の実験室に通学しながら、 夜間に就業するようになった。在学中は実験室と屋上の間にある踊り場に住み込んで節約していた。農家出身だけあって手足を動かすことを厭わず、経済部工業局副局長時代には1日で15社の企業を視察し、台湾牛と呼ばれていた。経済部が管轄する元国有企業中国鋼鉄、東言や国家中山科学研究院、 ごとなども歴任している。2017年8月15日に全土で発生した停電事故に伴い隕石辞任した。理成校の代理として閣僚となった。その後、来期をのり内閣で正式な部長に就任。相当の蔡英文に全土の電力需給バランスを把握し、電力供給を正常化させるように要求されたが、陳は一週間時間をくださいと答えた。 他の閣僚にも、通常は1月かかると疑問視される中で、陳は7日間でそれを実現し、蔡英文に、栄つの辞書には、放棄の文字はないと言わしめた。陳の前までは、直近の歴代五代の元経済部長はいずれも、北米の大学で修士号や博士号を持つ、エディートそうだったが、陳は現場職からの叩き上げであり、副総統の陳その進むは、彼らが、 くれない酒なら、賃はミーチュだと評した。短期間でのマスク増産に成功すると、行政委員長の総佐田政も全閣僚が揃った閣議で、衛生福利部部長、賃次中とともに経済部長の賃を絶賛し、ここ30年では、徴用党以降で最良の部長と評した。蔡英文政権が掲げる、脱原発政策や新南向井政策のキーマンでも、ある。 コビット19流行休日返上で増産に取り組む工場を視察した賃と蔡英文政府が中央流行液状式中心をレベル2に昇格させた翌日の2020年1月24日は旧正月の女優だったが行政院副委員長の陳その進むはチンに電話をかけ政府が保有するマスクの在庫が連休中に尽きる恐れがあることを伝えると チンは即座にマスクメーカーに連休中の残業体制が可能か打診。また、製造装置の確保のために工作機械メーカー各社を招集した。1月下旬の旧正月増産体制に着手、今日やらなければ明日はないと現場を鼓舞し、生産能力は新型コロナ流行前の1日188万枚から1000万枚へと大幅に増加させることとなった。 通常は数ヶ月かかるとされていた生産ライン60カ所の増設を25日で完成させるという任務を達成し、蔡英文も自身の公式ツイッターでの日本語ツイートでキーマンの一人として陳を含めて台湾の国際貢献をアピールしている。これには陳自身が製造ライン構築や工場のオートメーションを専門としていたことや日頃から気づいていた中小企業を含む 産業界とのパイプがこうおした。製造装置は政府予算で各メーカーに分配し、生産量の一定割合を政府が相場より高く買い上げることで必要量を確保。収束後の製造装置については輸出しないという条件で各メーカーに無償譲とされ、稼働を続けるか国内で転売するかについては各社の裁量に任せている。当初は輸出制限を敷き、 かつ、国内需要確保に躍起なったため、日本の小売各社からの打診も断っていたが、4月中に日産1300万枚まで増強したことで、日米王などの友好国への支援も可能となった。また、デマにより、市中でトイレットペーパーの買い占めが危惧されると、予告なしに市外のコンビニやスーパーに出向き、在庫に問題ないことを発信している。 一日十二12時間以上働き、工場で視察を受けた、業界団体のメンバーは、辞には、不眠不休だったとも証言し、マスク造産に一区切りがついた3月には、蔡英文が生産に関わった人々に謝意を表そうとしたため、不在だった賃に、いつものように電話をするつもりだった、行政委員長の祖貞正は、前夜は日をまたいだ深夜1時に帰宅したのを思い出して、電話するのをやめたと述べた。 そして、サイは、有志以来産業界から最も支持される経済部長とチンを称えた。この期間の動向を発信していた経済部のフェイスブックには、国民から経済部最強のおじさん、プロ級のおじさん、当事長の中の当事長、貿易おじさんなどと、サインや感謝のコメントが相次いだ。ありがとうございます。